試験初期の XR-1、プラットルページ XR-1 は、アメリカ合衆国のツインローター形式の初期のヘリコプターである。ペンシルベニア州、エディストーンのプラットルページ飛行機が開発した。1940年初めのアメリカ陸軍航空隊の設計コンペで選ばれ、1941年にアメリカ陸軍航空隊が評価した。 最初のヘリコプターとなった。試験で多くのトラブルが発生し、他のヘリコプターの実用化が先行したため、1945年に開発は中止された。1939年に開発が開発され、PL-3 は1940年の設計コンペで、ボートシコルスキー社のヘリコプターや、他社のオートジャイロに抑えて1940年5月に選ばれ、 試作機制作の契約が結ばれた。7月に、性的テスト機が引き渡された。飛行試験用の引き渡しは1941年に1月の契約であったが、完成は3ヶ月遅延した。XR-1 の設計は、プラットルページの創立者の一人のウィンルページが、ヨーロッパで感銘を受けた、ドイツのフォッケルフ FW61 に似ていた。 フラットホイットに R-985 星型エンジンが胴体に搭載され、並列に配列した翼系のパイロンに取り付けられた3枚輪の2つのローターを駆動した。交換構造に、ハフ張りの機体で固定脚とお足が取り付けられた。車輪は自在回転式で、地上での作業性を向上させていた。乗員は2人で操縦士は前席に登場し、 観測士は鉱石に登場した。陸軍の観測機として開発されたため、良好な視界が確保されていた。観測機のスチンソニオー -54 や、オートジャイロのケレット YG-1B との比較が求められた。数ヶ月の地上試験の後、1941年5月12日に初飛行を試みたが、トラブルで自由飛行は6月23日に延期され、 飛行高度も数フィート内に留まった。操縦性や振動の問題が判明し、多くの改造が加えられたが、問題点は解決できなかった。プラットルページのテストパイロットは、回転翼機を信用しておらず、フルパワーで飛行することを拒んだため、陸軍航空隊の回転翼機のプロジェクトの 責任者の H ・フランクリンが自ら操縦し、時速 160km の速度で飛行した。1943年から陸軍航空隊による実用試験が開始されたが、構造試験の結果からの構造強化のためや7月の事故の発生で評価は遅延していった。改良型の試作機の契約が結ばれ、1943年5月に、 改良型が、XR-1A が飛行した。XR-1A は操縦士、観測士の配置が変更され、視界が改良された。XR-1 よりも性能は向上したが、操縦性の問題は解決されなかった。1944年10月に長距離飛行試験の、時にローターハブの故障で、着陸時に機体が破損し、廃棄された。 代替機として、XR-1 を修理し、7機の XR-1A の実用試験イヤー -1A の生産契約も結ばれたが、その時点で、飛行試験で高成績を収めていたボートシュコルスキー、VS-300 に、当局の関心は移っており、イヤー -1A の引き渡しは1945年1月までに、完了することが要求され、 資金的問題や技術課題のために日程は実現できなかった。1945年4月契約はキャンセルされた。契約打ち切り後、XR-1 はプラットルページに返却され、プラットルページは民間用に転用を計画していたが、資金難から1946年半ばに XR-1 の開発は取りやめられ、 スミソニアン協会で保存されることになった。破損した XR-1A は、スクラップとして、プラットルページの元テストパイロットで、戦後の航空ブームに乗って、ヘリコプターエアートランスポート車を設立した、ルーリービットに買われ、飛行可能な状態に修理されたが、会社はすぐに破綻した。修理された XR-1A は、プラットルページの従業員で後に、 有力なヘリコプターメーカーの創立者となるフランク、パイア石器に売却され、パイア石器は機体をティルトローターの航空機 PA-2B の開発に利用しようとしたが、PA-2B もモックアップの段階で計画は中止された。ありがとうございます。